今日もの立役所天国、本日は5月の17。はい、ということでね、春菊と人参、ズッキーニどうですか？5月の17で出してないってどういうこと？正直ね、許せません。何やってんだっていうね。ボンクラですね。ちょっとダメでしたね、今年は。ね、ようやくちょっと実がついてきてますけど、どうですかね。あんま良くないよね、今年は本当に。やっぱり低温だったっていうのはね、キャベツが今年はできてないっていうのは大きいと思うんですけどね。やっぱりそれでなんかね、気温がこう強くないというかね、そんな感じはすごくしますよね。暑くならないとやっぱりね、難しいので、これぐらいですかね。ほらね、これぐらい、やっぱこれぐらいはないとちょっとね、出荷には難しいので。来週だけど雨だしね。ズッキーニはね、根元をあの雨に打たしたらダメなので、これだけでもやっぱちょっとね、トンネル残しておいた方がいいです。こうやってあの横に出てる分にはいいんですけど、だから本当に言うとね、これ240センチのトンネルですけど、もうワンサイズでかいトンネルの方がいいんですよ。でもそうするとさね、トンネルのサイズをね、3種類になっちゃうでしょね。基本私はこれちょっと人参とズッキーニしか使わないんですね、240センチ、ね。なんでもう一種類、この次270とかになるんですかね。わあ、もうズッキーニのためだけに買うかね。まあちょっと考えましょう、ね。ちょっと正直小さいんですよ、240だと。っていうのは見てわかりますよね。ちょっとこう、あのめんどくさいというかね。はい。もうワンサイズでかい方がいいんですよね。空間があった方がいいので。まあでもね、ズッキーニしかそんな空間はいらないので。そこまではもうやらないかな。はい、ということで春菊取りましょうか。よいしょ。春菊と人参。はい、次のね、春菊がこうやって1番手、次の番手がこれですね。多分6月入ったらこの2番手がね、出てくると思います。最近ね、ちょっとずつこうやって出荷量が増えてきてね、まあありがたいことなんですけど、こうやってね、やっていれば少しずつそれはね、売り先も含めて増えていくんですけど、意外とね、その業務用が増えてきてるので、セット野菜だったらね、どんだけ増えてもいいんですけど、業務用だとね、なかなかね。だから探索でね、例えば人参を毎週20キロ欲しいって言われると、あの今の僕の作ってる量だとね、毎週20キロってもちろん今業務用で結構な量出してるんですけど、プラスそうやってね、もっと欲しいとかって言われると、ちょっとね、セットのお客さんにね、迷惑かけるわけいかないので、まあそういう意味ではだからちょっと来年以降ね、作る量を増やさなきゃいけないかなっていう。もうこの年になってね、あんまり何度も言ってるように畑を増やしたくないんですよ。でもまあ多分3ヘクタールはいかないとダメですかね。だからまあ人参だけをね、人参なんかいくらでも作れるのでね、人参だけで1ヘクタールぐらいとかってはまあいけると思いますので、まあ片手間でね、とにかくね、そんな感じで単品栽培をちょっとね、やっていこうかなというふうには思うんですね。人参のその何ていうんですか、ネット販売みたいなね、まあ人参ジュースにしてもいいんでしょうけどもね、まあどこまでやるか分かりませんが、まあいくらでも作れますからね。あの探索であればね、里芋なんかはね、去年結構作りましたけどね、まあ単品が直売とかね、持ってって、里芋は結構2月3月売れますんで、あ、売れるんだってことが分かりましたんでね、まあいくらでもね、持っていけば売れるということさえ分かれば安心して作れますからね。まあ着物はね、キャベツとか白菜はあれですけど、芋なんかいくらでもね、来年さらにね、ちょっと、増やそうと思ってます、里芋なんかね。だから里芋単品だけでね、ちょっと
稼げるようにするとよりね楽になるかなということでね、まあいろいろですよ。そういった形でやっていけばね、ちょっと私も今まではね、私はもう設定野菜一本でずっとやってきてるんですけど、ちょっとねこう業務形態を少しずつちょっとね年に合わせて年齢に合わせてセットってやっぱり大変なんですね。やってみれば分かりますけど皆さんね、ただやっぱり面白いかどうかってセットは面白いんですよ皆さん。こうやっていろんな野菜作るでしょ。一日の仕事の中でね、午前と午後が同じ仕事って私やらないんですよ基本的に。もう午前やったら午後は違う仕事とかね、だから2日も3日もずっと同じことやってる、例えばさつまいもの苗を刺し続けてるっていうことは私にはもうちょっと考えられないんで、でも皆さんそうなわけじゃないですか。すごいですよね。本当にそれはね、僕は見ていて周りのね、特に千葉なんかは周り皆さんそうですから、2週間から3週間朝4時5時からずっと苗を刺し続けてるわけですよね。それはね俺にはできないです。本当に冗談じゃなくできない。すごいなと思ってね、それを見ていてね、俺はもう本当に素晴らしいと思いました。逆にね、百姓の山偉そうなこと言ってる割には根性ないんじゃないかってね、その通りですよ。すいません、俺はね飽きてしまうんですよ。だから同じことをねコツコツやるっていうのは僕は実はあまり得意ではないんですね。毎日こうある程度ね努力することはできるんですけど、なんかね地味な作業をコツコツやるっていうのはね、なんだろう、なんかやっぱりねこの作業の奥に一体何の意味があるんだみたいなことをもう自らに問いかけた瞬間にアウトでしょ、ね、問いかけちゃダメなんですよ自らに破綻しますんで。これに何の意味がなんて言ってたらさ、ものづくりってできないんですよね。意味などないのさ、ただ好きなだけ。おいやヨーヨーみたいなね、もう何言ってるか分かりませんが、腰が痛い。今日腰が痛いな。だいたいいつも痛いんですけど。さあ6月入ってね、来週雨が入って多分6月半ばでもう1回だけササササッと除草すればそれで終わりです。人参はもうそれで全部逃げられますね。だから簡単でしょ春人参って。賞味ね1回から2回の除草でもトータルの時間で言えばね、そんな何十時間もかかってないです。昔は春人参ってね何時間やったんでしょう何百時間とやったってできなかったんですよねこの量はね。でもまあ見る人が見ればね少ないっていうのは分かると思います。だけどこれでもね実際春人参ねほぼ一人で除草しながら作るっていうのは結構難しいっていうのは分かると思いますね。オーガニック栽培だとね薬剤を使わないとやっぱりね春人参は本当にね太陽熱とノウハウを持ってないとほぼね難しいでしょ。家庭菜園の人どうですか何メートルやりましたか春人参ね。ぜひね50メートル1本とりあえずやってみると見えてくるんですよね。だからおすすめはね、家庭菜園やってる人でもちゃんと太陽熱マルチの技術をねこうやればいいんだっていうことが分かればね、人参だけで専業農家になる可能性があるんですよ。オーガニックの人参結構売れますからね。人参に特化した形での勝負っていうのはありだと思いますよ。割とね僕もそうですけど、こうやって作ってて人参はやっぱりね欲しいという人は多いですよね。まあ自然食品店さん業者さんはじめね、人参は欲しいですっていう。オーガニック人参ってやっぱり一定のそのなんか好きなあれがあるんだろうなっていうにはね見てて思いますので、まあ美味しいですもんね。美味しいと思いますよ。市販のものが美味しくないとは言いませんけれども、俺の人参は美味しいですよ。はい、ぬかしか入れてないですけど基本ね。やっぱりこうこれもね、ほんとさっき言ったように窒素分をとにかく抑えるというのがオーガニック栽培の一番土作りね、において一番大事なことです。窒素分入れるとねもう虫がたがりますんで、とにかく少なくすることね。
でそうするとこうね、野菜を作っていて、野菜を見ながら土作りは判定していくのが一番ですね。皆さんだからね、そういう話じゃないでしょ。なんかね、土作りはなんか微生物がどうとか、微生物ですよ、微生物ですけど、結果は何だって。私たちはアウトプットとして何作ってんの、野菜を作ってんですよね。だから野菜を見て、土を判定しなきゃいけないんですね。そういうことをプロはみんなそう思ってるんですよね。そういう視点を持たないといけないですよ。それは家庭菜園の人も同じですね。できた野菜を見て触って、何の肥料が不足しているか、ミネラルなのか、ね、何なのかということが分かるようになるといいですね。鉄分とかね、 FE ね、そういうのは感覚的に分かるようになるといいと思いますけど、ちょっと難しいかもしれませんけどね。僕はなんとなく大体わかりますので、それでね、あ、これを足そうとかね、まあ石灰入れることないですけど、ミネラルが足りないっていうのはなんとなくわかりますね。はい、それはわかりやすい例かと思います。はい、ミネラル系はね。で、微量要素が不足してくるっていうのは土壌のバランスが悪いんですよ。普通に作ってたらそんなことはないんですね。だから必ずそういう時はね、何か変なのを入れたからなんです、あなたがね。微量要素不足っていうのはそういうふうにして起きてきます。だから特定のね、なんかよくわからない鶏粉のね、未熟なものをドソーンとか入れたりすると、もうしばらく3年か5年ぐらいは土壌バランスはぐっちゃぐちゃになっちゃいますから、やめた方がいいですね。そういう本当にね、まあこういったはあれですけど、安いね、本当に20キロで198円とか300円とかね、安い、こうよくわけのわからん、これどこのメーカーなのみたいなねこれは何語で書いてあるのみたいなものをね、持ってくる人っていますけど、それを腹だけ入れてる人いますけど、まあやめた方がいいですね。で、匂い嗅いで触って、これをあなた自分のね、口に入れる、ね、野菜で、あなたこれ作りたいですかって、入れたいですかっていうのをね、自分の本能に聞いてみてくださいね。そういう感覚はすごく大事ですね。はい、ということでこれぐらいかな。この最後のね、4月に撒いた8月出荷のこの人参がね、しっかりね、こうこの表面をね、今土が見えてるところが多いじゃないですかね。これがしっかりね、葉っぱがああいう風にね、土が見えなくなればもう除草する必要はありませんので、もう一息ですね。6月のまあ終わりぐらいですけど、6月の半ばにね、しっかり雨が入ってどんどん草が生えてきますので、まあ今やってもいいんですけど、今やったらもう一回やらなきゃいけないでしょ。だからもうちょっと草を大きくしてから取った方がいいので、そんな量は生えてこないじゃないですかね。こうやって見てもらえれば、さ、前も言ったと思うんですけど、5分で除草終わりますので、もう少しで草をね、待ってから除草しますね。今5月の17ですよね。だからまだ待てますので、はい、こうやってまあもちろんね、時間に余裕があればやればいいんですけど、僕は作業者基本一人なので、これもね、だから春人参をね、毎日草をむしる必要なんか全くないわけですよ。こうやって耐熱マルチがしっかり効いていれば、自分のタイミングで草をね、見ながらこうやってね、ああいうでかいやつが今出てきてるでしょ。だからもうちょっと待って、来週雨ですから、来週もうちょっと雨待って6月入ってからね、パパパッと取れば、これも10分15分で終わりますから、それでもう多分終わりなのでね。だからこれからはね、人参除草は後ろに引っ張るってことなんですよね。この辺が違うんですよね。早めにやらなきゃいけない、早めにやらないと草、人参が負けてしまうね。そういう状況では話になりませんね。後ろに引っ張ってね、できるだけ2回除草しなきゃいけないところを1回で終わらせるね。2回、3回で終わやらなきゃいけないところを2回で終わらせるね。そのタイミングが測れるぐらい、つまりこちら側が先手を打ってるってことなんですよ。わかりますよね。栽培において一番大事なことですね。もう季節のその栽培のね、後付けね、もう終われる立場になったらもう終わりですね。オーガニック栽培はもう大変なことになります。自分がね、ちゃんとこうやって先手を取ってね、スケジューリング調整も含めて、もうちょっと待ってるな、来週に回そう、じゃあこの作業先にって、こういうふうにねやることが営農において最も大事なことですね。これで初めて畑を回している、畑をコントロールしているっていう段階になるわけですよね。それは何でも経営でも一緒だと思うんですよね。
今円高なんですか円安なんですか知りませんけど、それによってね、どうしよう、輸出をどうしよう、輸入どうしようって、こうでバタ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 しているようでは、ね、2ヶ月後にはおそらく円安になるだろう、だから今のうちに、ね、資金を補填してとかって、こうやって準備をして、ね、やっていけば、慌てることないじゃないですか、俺はそんな、そんなことをやったことはないですけど、それと同じだと思いますね。しっかりとね、この季節に合わせて、それがオーガニック栽培の営農です。わかります？ね。自然にお任せ。とんでもないですよ。ね。自然にお任せして、ね。できることは太陽、水、ね。そういう話です。ね。じゃあ栽培というのは手をかけて、ちゃんとコントロールしながら作っていくことなんです。それがオーガニック栽培です。最新の。わかりますか？だからそういう意味ではね、自然にお任せで栽培してる人っていうのは素人です。はい。そんな人はいません。私の周りにはプロでやってる人は。ね。だからその時点でその人言ってることは素人ですからね、皆さん。そう思って聞いてくださいね。はい。そういうこともね、ちゃんと自分で判断してくださいね。いろんな方がおられます。ね。家庭菜園やってる人。ね。プロのような顔したセミプロ。ね。明らかに嘘をついている人。ね。で私たちのようにこうやってプロでやってる人、いろんな人がいてね、別に悪意がある人もいればない人もいるかもしれません。それは私には分かりませんし、口では言いませんがね、ちゃんと皆さん見分けてくださいね。はい、農業系 YouTuber いろんな人がいます、ね、いろんな実力のタイプの人がいますね。本当のトップクラスの人がいますね。でもね、家庭菜園の人もいますね。でも別にね、全員が全員別にいいわけですけども、ちゃんとしてね、自分、あなたが欲しい情報、あなたが見たいものをちゃんと見分けてね、はい、やってくださいねということですね。皆さんほとんどの人は悪気はなくやってますね。でも情報としては明らかな間違いっていうのがとても多いですね。でそのやり方だとこれには全く対応できませんっていうことを平気で垂れ流してる人はいっぱいいますね。なので皆さんちゃんと見極めてくださいね。はい、ということです。ちょっと調べれば分かることです。ん？ってね、たったこれだけでこう種まいてどうのこうので、これが例えばこうやって50メートルになったらそのやり方で通用するのって、通用するわけないじゃないですかね。50メートル1本でいくらになるんですか。キャベツ1000個植えて全部100円で売れたとして、たった10万ですよ皆さん。10万でどうやって生活するんですか。たかだかキャベツ1000個作るのにね。じゃあキャベツ1万個ですか。1万円作ったってね、いくらですか。100万にもならないじゃないですかね。100万って何なんですかって話でしょ。ビジネスとしてやってたら分かりますよね。うん、そういう量のことをちょっとイメージしていただければ、あ、この人言ってること間違いだ、嘘っぱちだっていうのはね、すぐ分かることなんです。私には手に取るように分かります。はい、はい、ということでございました。くっちゃべっとらんで収穫しましょう。それではまた。